組んでとさ、アラウホさ、ライン上げすぎてさ、裏キャできてないっていうか、っていうか、ほんと集中力組んでなくすじゃん。ぼーっと見ちゃったりとかして。で、ぶち抜かれんだけど、追いつくんだよね。<laughs> 追いつくんかい、みたいな。で、あと、組んで、やっぱ、まあ一応リーダー的な存在だから、あげろつってあげてるけど、もう相手蹴れるようになってるけど、まだあげてるから、結果入れ替わられるみたいなさ。でも追いつくん。 <laughs> だから、相手強くなったらきついだろうなっていうね。だって、バルサ・フォーバック全員裏ケア苦手ですからね。バルで組んで。洗う方がまだ、いやでもまあきついだろうなんで、カンセロなんか裏ケアとかいう考え方ないからね。だから、ポルトがちゃんと右サイドからクロス上げて、左で決めるみたいなのを決め事してたら、あの、ね、ハンドにならなくてよかったシーンあったけど、ああいうシーンいっぱいできたと思いますね。 そう、だから、昨日組んでみてて、結局ね、やっぱ、ああいう可視化できる能力の強さってあるから、PK の頭の良さより、組んでの足の速さだから、チャビの考え方的に。昨日おもろかったな、ポルトバルサの35分のシーンワー,ワーワー入ってる人解説聞いてほしいんだ北沢さん解説で、むちゃおもろいこと言ってたんだよね。北沢さんが、カンセロインサイド取ってるけど、何の効果も出てないんですよね、つって。<laughs> なんでカンセロにそんな辛辣なんだっていう。 であと、カンセロが裏ケアできてなくて、裏取られただけのシーンやったの。で、それで、やべえって感じでカンセロを戻った時に、カンセロよく戻ったって言ってて。<laughs> カンセロ巻いた種っていう, <laughs> そう。ヤマルとかが戻ってきて、それだったらわかるんだけど、カンセロが裏ケアできなくて、ぼーっとしててやられそうになってカンセロがなんとかってした時。北沢さんの解説は、レバンドスキーの怪我とかもそうだけど、ボール以外のところの変化に気づくのむっちゃ早い俺、だって、レバンドスキーの怪我すぐ気づかなかったから。 北沢さん、ボールホルダーだけじゃないとこ見るところがすごいよね、あれね。怪我に気づ怪我人に気づくの早いんだよ、北沢さん。他のシーンとかもそうだけど。そう、戻ったのは事実だし。でもやっぱりあの、ビルドアップの時に、こっち側はいい感じに迂回経路できてて、完成のここいるから、ここ繋がんねっていう、こうの、こうの、こうの、ここ無理やりつけてみたいな。完成のここい色やっていうシーンがめちゃくちゃ多いの。で逆に、こういうふうに、 アラウフが取るとすんじゃん。で、ここは、こういうところね、ボールホーダー近いとい斜め一緒取ってくれたら、カンセロだったら上手いからターンできたりとか、レイオフできたりするし、ここ相手閉じてきたら、外とかあるのに、ここの時はここいたりするんのよ、カンセロ。二択全部間違えんなと思って俺見てて。どんだけカンセロ二択間違えんだよ、で、ディフェンスの時のオフザボールだったら壊滅すぎじゃん。いや、カンセロすごいな、みたいな。これ、それはペップも使わなくなってて、それもね、これを選択しちゃう選手、ペップの考え絶対理解できないから。 それは、ミーティング中に、イヤホン聞いちゃうなみたいな思いなん見てたら、北沢さんが、カウンセロインサイドを撮ってるけど、何の効果も出てないんすよれ、っつって。<笑>,笑っちゃったんだよ。そこまではっきり言うんだ、みたいなで。で、ちゃんとまといてるっていう。また減ってるっていうか。そう、逆、全部逆だったから、カウンセロ。でも上手いから、やっぱ可視化できる能力は大事だからな。右 <laughs> サイドバック組んでやらせて、左サイドバックにバルサー。 バルテとカンセラのローテがいいって個人的思いましたね。でも、組んではセンターバックやりたいし。だって、組んではもう真ん中にいたい人じゃん。スターじゃん、メンタルが。もう、私服見たらわかるし。上げろつって上げてて、もう裏だってなってるから。上 <laughs> げろ上げろやべえでも足早いからいけますみたいな。組んですげえってみんななるから。解説の解説聞いて解説聞きたくなる。すごい良かったね。うん。だ結局、あれで勝ってるからね。 で、アーセナルとかさ、みんな裏ケアとか得意じゃん。でも T も戻んのライス遅れたら失点するから、不思議なもんだよね。しっかり守備やってても2失点するチームもあればさ、そう、そこのセオリー守ってないけど、無失点のチームあるから。可視化できる能力重要視するか、可視化し、できない能力重要視するかっていうので、僕は両方重要だから、ルベンディアスとか好きなんですけどね。その後天的に伸びるはありますよ。スターリング、ペップと出会って伸びましたがね。まあ、なんか戻ってってる感じするけど。 組んでまさかのモード系だよ。まあ、いろんなオシャレ楽しみますよね、組んでは。そう、だからその辺はね、一個一個楽しんでいきたいよね。ガビが41分のシーンでね。昨日のバルサのもう弱点がもうサイドバック釣り出された後に、ここウエンデウバーって走ってきた時さ、ここのケア誰行くっていうので、ロメウがここも走れないから、こうスピードないから、だからウィングが戻ってきたり、インサイドアーム戻ってきたりとかしなきゃいけないんで、ここをね、ガビが、 このウェンデルのこの上がりにヤマルついてってると思ってもう任したらヤマルついていってなくてヤマルとしてもこうガビさんじゃないですかみたいになって結果ここでチャンス食らえたみたいなシーンがあったの。で、その時ガビ怒ってて。そしたらその後にねなんか守備でヤマルがめっちゃ貢献したシーンあったんだよ。同じようなとこで。その時にもうさっき怒った倍ぐらいガビちゃんと褒めててヤマルのこと。よくやったみたいな。これすごいリーダーとしていいなって思ったし、何よりそれってチャビの行動じゃん。チャビってその厳しさとさ、 褒め方両方持ってるじゃん。で、現役の頃からそうだったから。で、ガビのさ、ターンの仕方とかさ、プレイの選択って結構チャビに似てるとかあるじゃん。全部スマートに見えて、実は厚さとか、戦える精神で勝負するみたいなところ。ガビって性格まで、スタンスまでチャビと似てんだなとか思ってましたね。そこは面白かったですね。飲めるね、あの、プレイス体制とかは、ジローナの時よりいいですね。まあ、周りのパスの質上がってるっていうのはあるけどね。ただやっぱり、その、 大きい範囲動かされるときついし、あと、ディフェンスラインでね、ロメウってこの T g には戻れるんだけど、ここ入ってくる選手がクロスまで飛び込んでくると、ここ少なくなるんだよね。で、これは風見ろとかしっかりやれたり、ブスケツもやれたりするけど、ロメウはそこはちょっと足りないな。カウンセロのジンチェンコムーブは、これが組んでて、これカウンセロだとして、ウィンが合ってるときに、ここ繋がってないときに入っていっちゃってるときはあれなんだけど、ここがこう繋がってるときにカウンセロも入ってってない,いと思う。シティのときはここ入りすぎたりとかさ。 なんかこの約束とは、まあ、違うだろうからね。だから、全然カンセルここやれる技術はあるから。アーノルドのロールだけどね、どっちかっていうと。アーノルドと同じで、右サイドバックの守備は不安だけど、攻撃で違い作れる選手で、アーノルドほどのキックはないけど、それ以外の攻撃のセンスみたいなところでね。あとはもう、アルサの場合、リバプール以上に自分たちがこう、圧倒できる試合が多いから。たぶまあ、ジャーメリックスもカンセルもどっちも相手強くなった時ですね。 うわ、オフザボール足りねえな、とか、うわ、守備不安だな、みたいなそう。チェルシーの時よりもボール出てくるからね。でもまあまあ、楽しそうだし、いい感じに転がされてるなって思いますけど、ね、バルサン。あとはもう、ギュンドアンとか、レバンドスキーとか、共有力高い選手多くて、ね、守備に走り回るみたいな。まあ、アトレチコの頃と違うから、 ただ、ああいうメンタルでアトリチコ出てった選手ってね、その後がね、アルダトランとかも、シメオネのサッカー走りすぎるとか言って出てたけど、結局その後メンタルコントロール自分でできなくて終わってったから、まあ、ずっとこの感じだろうなって思いますけどね、ジョン・リックスは。カウンセローとかジョン・フリイクスは不調ではないと思いますね。それぞれのメンタリティが、うん、そのチームで絶対的な序列を与えられてるわけじゃないから、悪い方にずっと転がってる。だからカウンセローみたいに、いつも絶対出れるわけじゃないけど、俺上手いのになんで出さないんだ的なのとか、不てくされが出てたわけじゃん。 そのロッカールームの話とかで言うとで。ジョアン・フェリックスとかも自分が中心じゃなかったりとか、チームがボール持って波に乗れてないと、ちょっと不適される行動だったり、守備を継続的に続けられないじゃん。それがバルサだとその両方ないから、試合に出れるし、バルサが基本支配するし、相手にボール持たれて自分らが守備に走んなきゃいけないとか、チームうまくいかなくなってメンタル的に問われてるみたいな状況になった時が勝負です。不調じゃなくて、うん、人間としての特徴が今のバルサに合ってる。 でも入る前からそれは言ってたけどね、カンセロなんか特に。そう。あの、相手が強くなんなければ、カンセロはいい選手だって。僕、全然カンセロとか、嫌いじゃないです。もう聞いててもらったらわかるけど、シティの配信とか見てても。選手として使うかどうかとか、そういうのは置いといて、カンセロってキャラクターに関しては、すごい可愛いなっていう話をするじゃん。カンセロないしてなみたいな。だからルカクトもそうなんだけど。可愛いんだよね。うん。で、これは自分のチームにもカンセロみたいなタイプの選手は全然いるんですよ。 ノリいい時はいいけどそうじゃない時よくないとか。でもこれってもう普通の若者の姿だから、サッカー上手い若者って基本カンセロだよ。だってみんながさ、学生時代とかサッカー部の上手い子思い出してみ絶対カンセロっぽかったと思うよ。キエリーニとかプジョルみたいな人いなかったでしょあんな。野球部行ってるでしょ絶対。だからポルタが、うちは選手獲得できたけど、マドリーニはいつエンバペ来るんだ見みたいに言ったけど、上手取れるほどいい補強してねえぞって思って。 カンセルを取って、ジョアン・オェリックス取って、こんなにさ、問題児っていうかさ、本当自分に矢印向けれない系の才能ある選手を開花させたらさ、もうデンベレの実績もあるし、チャビだけ特殊能力持ちだよね。攻撃戦術ずさんだし、取ってくる選手のチョイスもわけわかんないけど、デンベレ、ジョアン・カンセル、オェリックス全員さ、戦える選手にしたらさ、それはもう他の誰も持ってない能力だよね。そういう選手の方が安いし、取りやすいっていうのはあるんだけどね。 あの、ジフェリックスの、ずっと夢だったみたいな。それね。ね、いんだけどっていう。フェっトうですね、変わったね。リーガのレベルは、なんていうかな、下がれさるを得ないんだよね、お金ないから。他に取られちゃうから、リーガが悪いっていうよりも <laughs> 結局ね、資本主義社会、社会でスポーツビジネスやったらそういうことになりますからね。あれ、本当なのかねあの、バルサが、久保へのオファー検討みたいな。そんなに、本気にしちゃいけないというか、 でも、くぼ取れるんだったら、デンベレ出したお金、ね、くぼ使ってほしいですよね。くぼとフレシスネードは今いけないのかね。コンセロに使わないでほしいけどね。 カンセルのね、取ったら、すごいいいアシストしたりして、あれ、レオザ悪いって言ってたよね、みたいな言う人、絶対出てくるんだけど、守備だからカンセルは、特に相手強くなった時の。相手が弱くてほとんどボール持てるんだったらいいのよ。シティの時も、それが良かったんそこじゃないんですよ、カンセルは。相手強くなって CL をちょっとでも上に上がんなきゃいけない時のカンセルがきついって話なんです。まあ、それはロメウに関してもそうなんだけど。 ビッて偽サイドバック仕込めないから元からできる人取ろうとしてるんですかねあ、その可能性ありますね。アラウホの立ち位置で剥がしてくれる人っていうか、だからダニアーベスが欲しいんでしょうね。ダニアーベスだったら低い位置で張っててもメッシュとの連携でいけますからね。でもあの頃のプレスって同サイド圧縮とか守備のセオリーが昔はなかったから、そこまで今ほど。時代に合わせてアップデートしなきゃいけないのはチャビなんですけど、まあ頑固だからね、もともと。ハンセルをすぐすねちゃうから。デストで起きたこともう一回起きる可能性全然ありますからね。エンベルは質があったから我慢できただろうけどね。 あと、デンベルの場合は別に攻撃性があるやんちゃじゃないですからね。なんでそんなに厳しくするんですか僕にって感じだ。テストとか、何なんすかみたいな。それ結構違うんだよね。